まあなんか偏見みたいな感じでもいいんで、なんか外国人に対するなんかポジティブなイメージとかネガティブなイメージとかってありますか？なんかはっきりしてる。あ、意見が。意見とか。でシンプルなイメージ。シンプル、シンプルとはなんかどういう。簡単な質問からいきますね。まず海外に行ったことってありますか？あ、私はないです。ない。私はあります。あります。どこ行きましたか？去年ドイツに行ってました。おお今まで行ったのドイツだっけ？そうですね、ちっちゃい頃にアメリカにちょっとだけ行ってました。はいはいはい。じゃあその去年ドイツに行ったのはなんかその旅行で行ったみたいな感じなんですか？私は留学で。じゃあ1年とか？そうです。あ、本当ですか？これはいいね、いろいろ聞きたいな。で、じゃあ、まあ、今日のメインテーマはその日本人の外国人に対するなんか印象みたいなのを聞きたいなと思ってて、なんか 海外行ったことないけど日本で外国人と触れ合った経験とかありますか？そんなないですけど、見かける程度、街中で。じゃあなんか友達がいるとか、なんか喋ったことがあるとかあんまない？ないですね。なるほどなるほど、うん、そっか。じゃあまあなんか偏見みたいな感じでもいいんで、なんか外国人に対するなんかポジティブなイメージとかネガティブなイメージとかってありますか？なんだろう、なんかはっきりしてる。あ、意見が。意見とか。はいはいはい。でシンプルなイメージ。シンプル、シンプルとはなんかどういう。なんだろう、はい、複雑じゃなくて、はい、すごい分かりやすい。ああ、だからその意見を ストレートにこう伝えてくれるとか。はいはいはい、っていうイメージですね。なるほどなるほど。なんかいいか悪いかで言ったらどっちのイメージありますか？あ、なんか自分がすごい日本人性格だから、はい、いいイメージがすごいあります。おお。なんかそういう意見をもうこう直接言ってくれるっていうのはいいですか、やっぱり？いいイメージです。日本人はちょっと分かりづらいなとかありますか？なんか含みを持たせるじゃないですか。察せよみたいな。察せよみたいなあるじゃないですか、はいはい、なんかすごい羨ましいなと思います。なるほど。じゃあ自分は意見はっきり言うタイプですか？いや、言えないことも多いですね。言えないかい、はい、言えないです。言えない、言えないから。私は言えないんで、まあ、でもやっぱ言ってほしいって感じですか？そうですね、言ってもらうのはウェルカム。はいはいはい、はい、自分は言わないっていう。自分は言わない。わ、はい、かりました。実際に今ドイツに行った経験も含めてなんか外国人に対するなんか印象を教えてください。印象、そうですね、はっきりもそうですし、はいはいはい、あとはすごい素直な人が多いなっていう印象があります。はいはいはい、素直っていうのも何ですか、自分のこう感情とかをちゃんとこう表現してくれるみたいな感じですか？そうですね、なんか気持ち、その時の気持ちとか、はいはいはい、まあ、考えてること、思ってることをちゃんと言う人が多いかなって思います。ちなみにその小さい時のアメリカはもう記憶がないとかそういう感じですか？そうですね、ちょっとだけその親にくっついてって言ってたぐらいなので、はいはい、じゃあまあ記憶っていうか、まあ最近のドイツ人とのこう触れ合いが一番メインで、こう外国人って言われたら浮かんでくるような感じですか？そうですね。なるほど。なんかドイツ人ってこう日本人と比べるとなんかここが違うとかっていう部分あります？ここが違う、はい、一番違うのは、はい、私が思うにその自分の考えをとか意思をすごい持ってるなって思います。はいはいはい、それがなんかその周りがどう思うとか、みんながそうしてるからとか、普段はこうだからとか、そういうの関係なく、はいはいはい、自分はこうしたいから、こう思うからとか、自分で考えてるかなって思います。なるほど。じゃあそれに比べると日本人はちょっとまあ周りの目気にしすぎかなっていうのはありますか？そうですね、比較すると気にしすぎて、はい、なんだろう、自分だけ周りに合わせてる人多いかなとは思います。なるほどなるほど、ありがとうございます。で最近なんかそのニュースになってるのが、外国人の、まあ、配信者とか YouTuber さんがこう迷惑行為でこう、まあ、なんか問題になってることがあるんですけど、なんか実際なんかマナー悪い外国人を見かけたりとかってありますか？なんか渋谷とかスクランブル交差点、はい、みんな撮ってるじゃないですか、はいはいはい、でもなんか楽しそうだなとしか思ってなかったです。じゃあ別になんかマナー悪い外国人あったりとかそういうのはない？ないですね、私は。はいはいはい、どうですか？私も実際に会った人はそのほとんどいないかなと思います。ちなみに日本でその外国人となんか関わる機会とかあります？時々ありました。時々ある。私はそれなんか道聞かれたりとか？そうですね、道聞かれたりとか、はい、そうですね、あとはちょっとなんだろう、お手伝いボランティアでちょっと連れて行ってみたりとか。はい
いろんなところ観光の案内みたいな。そうですね、とかぐらいですかね。なるほどなるほど。じゃあまあ、ちょっとテーマ変わるんですけど、あの外国人と付き合うのはありだと思います。いや私は全然ありだと思うんですけど。あ、全然あり、はい。いや、じゃ付き合ってます。お、マジっすか。え、そのドイツの方と。そうです。え、それドイツの方は今日本にいらっしゃるんですか。そうです。あ、本当ですか。そうです。それは、え、ドイツの向こうで会って、うん、一緒にもう日本に来たみたいな。一緒にではないんですけど、はい、うん、彼が最近、うん、日本に来ました。すごい。え、じゃあまだ付き合って日は浅いですか。まあ、1年向こうで会って留学してたので1年くらいだと思います。じゃあもう向こうに届きからこう付き合い始めて、うん、でまあ自分戻ってきてちょっとタイミングずれて彼氏さんも来たみたいな。あ、そうです。すごい。ちなみにドイツ語は喋れるんですか。私は英語を話せるんですけど。そうです、向こうも英語で会話するみたいな。そうですね。はい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 。え、なんかその付き合ってて、なんかここが難しいのとか部分あります。いや、もう文化の違いが難しいです。はいはい、うん、文化の違いっていうのは例えばなんかこういうの例とかありますか。そうですね、もう本当に日本人は本当に真面目は真面目じゃないですか、うん、国民性が、はいはいはい、でドイツの方も比較的、うん、真面目な人たちが多いんですよ、はい、彼もそうなんですけど、はいはいはい、でその真面目さとその国民性っていうかその意思表現の仕方とか、はい、まあ、日本人の思ってることをはっきり伝えずに分かってよみたいなのが、はい、とか、はいはいはい、そういうのですごい、うん、そうですね。あります。面白いですね。え、そうしてうまくはいってます。もうその度に話し合って話し合って話し合って疲れてます。でもまあ向こうが日本に来てくれるぐらいにはこうまあいい関係が保ってるみたいな感じなんですかね。うん、そうですね。はい。あ、いいですね。今後が楽しみですね。楽しみですね。え、ちなみになんか聞きたいのが、あの日本人とか韓国人とかアジア系の顔とそのヨーロッパとかのまあ彫りが深いような顔だとどっちの好みとかありますか。私はソース顔が好みなので。ソース顔。ソース顔、あの濃い人、はいはい、顔が黒人とか、黒人はちょっと言い過ぎてるけど、でもあの濃い人は顔が濃い人がいい、はい、なるほどなるほど。え、じゃあもう本当にいい人がいたら付き合いたいなって感じですか。その人次第ですけど。はい、はいはい、でもそんな黒席は関係ないかもしれない。でも英語話せないので、はい、また無理ですよね。なるほど。じゃあ向こうが日本語話してちゃんとコミュニケーション取れるだったら全然ありかなみたいな。はい、なるほどなるほど。ありがとうございます。ちなみにあの漫画とかアニメとかって見ますか。あ、見ないですね。見ない、はい、なるほど。じゃあ別に今ハマってる漫画とかも特にないか。ないですね。ないですね。なるほど。ありがとうございます。じゃあまあこの辺で以上になります。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。